戦国ダイナスティー。鬼ババアと会いたいし物見やぐらで周囲の村々を把握し気分一新クエストを進めた我が村。ダイナスティーレベルを上げるため橋とか直しつつ、どんどんクエストを消化してくぞー。さて弓の材料となるなめし川を手に入れるため、村に帰って仕立て屋を建てるぞー。真冬の吹雪の夜くらい家で寝たいよ。安定の深夜マラソーン。がっつり建設の前に荷物を格納。衣服も少しずつ増えてきたな。じゃ貯水倉庫の隣に仕立て屋を建設開始。材料はある程度倉庫にあるからすぐ完成できるかな。うさぎ、おいしい、かもやまー。そう。武士道のレベルが上がった。あなたとは武士道について小1時間語り合う必要があると思うの。この世界ではうさぎを斧でぶったたくのが武士の美学。そういえばコメントでご指摘いただいたんだけど、座った方が建築早くなります。ちょっとの差だけど便利だぜ。まあスタミナ回復でまったりとかは同じなので、気分で立ったり座ったりしてますです。適当だな。で仕立て屋が完成して、今度は川を作るためのなめし槽を設置。川を作るには毛皮、樹皮、水が必要みたいだ。毛皮と樹皮は在庫 OK、水は井戸あるけどまだ桶がなくて汲めない感じ。なので木工作業台で桶作成しました。水汲み地味に面倒だな。では井戸で桶に水を入れましょう。一晩経って川のなめしの準備がやっとできたぜ。暗くて見づらかったけどこの一番右端が仕立て屋。中はこんな感じになっております。全体的に茶色の地味空間。さて川なめしやりますか。材料をインして、待つ。樹皮を使うってことは担任なめしだろうし、普通だったら一月くらいかかる工程なので時間かかる模様。見守るだけの簡単なお仕事です。いや別のことしろよ働け。そんなわけで効率化のため、ダイナスティ貯水庫設置したりして時間潰し。さて出来上がった川を取り出し。お、新たなクエスト半球を手に入れるが発生したぞ。今度は狩猟の作業場を建てないとダメみたい。建物建てるより弓直接作った方が楽だと思う。僕は何事も形から入るタイプなんだ。狩猟の作業場がないと弓は作れないね。意識の高さだけはプロ級に高いこの男。結構でかいし作るの大変そう。これは我ながら良い出来。弓作るのに櫓部分絶対いらないと思う。まあ作った弓で軽獲物探すのに使うんだよ、多分。そしてこの渾身のドヤ顔。なんかイラッとする顔。ひどい。この村も少し発展してきたね。しかし村の開発により海側の木は全て伐採された。深夜残業頑張って更地にしました。一人の男の環境破壊でそのうちこの国滅びそう。それでは漁師作業台で半球を作成。遠距離武器を手に入れました。弾薬スロットに矢を装備する必要があります。インベントリに予備があれば自動的に装備されます。作るのめんどいのでとりあえず10本だけ矢を作成。さて島内に話しかけるのクエストを進め、あれ進まない?彼はさゆり姉の弟の島七で、話しに行くのは弓職人の島内だよ。人違いです。失敬。またさんの家の隣でまた OM 字開脚してるあこちゃん。休んでるだけだろそっとしとけよ。そういえば物乞い小屋を建てると、放浪者を受け入れられるって書いてあった。新たな住民が増えることを期待していくつか建ててみましょう。こうしてまたさんの風よけの周りがさらに賑やかになりました。またさん、お友達が増えるね、やったね。さあ季節の変わり目で遠くに移動しても強制帰還させられる。今夜は徹夜で石拾いだー。男は真冬の海に入り、石拾いをして新年を迎えるのであった。そしていつもの季節が変わるムービーが流れ、ついに開村1年が経過。開村1年、住民3人建物14の村になりました。そろそろ住民も増やしていきたいな。ふむあこちゃんに頼んでた関村の小さい橋の建設が終わったみたい。ダイナスティレベルも着実に上がってきてるぜ。そんで外出たら、物乞い小屋に小汚いおっさんが住み着いてた。どうもふんどしチラービールおじさんです。帰れ。双子の見事なユニゾンパフォーマー。またさん、なんかごめんね。申し訳ない気持ちになり、薬の調合薬の材料集めのクエストを受注した。そんでコーヒー休憩のためセーブ&ロードしたら。この地獄である。どうしてこうなった？団子三兄弟。やかましい。訪問中の物乞いは取引ができるので、とりあえず有り金全部石と交換させた。物乞い相手でも容赦なし。そして島内に会いに行くため関村に向かう途中、避難民の楠さんと遭遇。話を聞くと戦が近づき夫が徴兵され、平民の持ちたる国が安全だと逃げてきたとのこと。あなたの夫はきっと大丈夫だよ。平五郎はいつも近所で一番屈強な男だったからね。ってお前の知り合いの嫁かよ。スさんが仲間になった。4人目の村人、ゲットだぜ。島内、弓持ってきたよー。党内に弓を見せて無事合格をいただきました。友人として内部情報を教えてやろう。俺たちの村長は慣習的な贈り物に弱いんだ。村長が賄賂をご所望です。そんで村長の庄司に話しかけたらイノシシを2頭殺すのクエストが発生。イノシシ2頭ってどんだけ食うつもりだよ。肉だけで数十キロあんだろ。イノシシなんてそう簡単に見つからないよと思ってたけどすぐ見つかった。さあ作った弓の威力を見せつけてやれー。半球は和球と比べて30センチくらい短いけどそれでも結構な威力、獣畜生をぶっ転がせー。くらえ、とどめだー。お見事。こうして1頭目の肉ゲット。ではノルマはもう1匹、頑張ってみよう。そんな簡単にイノシシなんて見つかるわけ。あらー。めっちゃ近くにおるやないかーい。これなら日暮れ前に村長に賄賂渡せそうでよかったよかった。こうして2頭目の肉無事ゲット。村長、イノシシぶっ転がしたよー。報告したら賄賂を取られるどころか日本酒と肉料理をいただきました。村長意外といいやつだな。そしてさらに話を進めると、秘密を武家に売った逃亡中の裏切り者を探してほしいと依頼されました。クエスト、矢次郎逃亡中の内通者を見つける。クエストマーカーはこの辺なんだけどな。周りが茂ってたりでクエストエリアに着いたもののなかなか見つからず、もう日が暮れる時間だし、捜索は切り上げて明日に持ち越しだな。では今日の深夜残業は関村の小さな橋の再建第2弾です。仮のつもりで来たから建材持ってきてないよ。甘えんな現地調達しろ。ひどい。無心となり気を切る。夜明けまで関村に謎響が響いた。なんとか夜明けとともに建材準備できました。お疲れちゃん。さて労働者をアサインしましょう。そしてクスさんに家割り当て忘れてたのを思い出した。空き家あるのに無駄に一晩野宿させちまったな。で家割り当てしたら、必要条件に飲み物が追加されました。ほうほう、住民が増えると幸福度に影響する。季節越えの時の必要物資みたいのが増える感じなのな。さあ日も出てきた、お尋ね者の捜索再開じゃあ。草の根かき分けてでも探し出します。とか思ってたら速攻見つけた。昨日探し回ったのは何だったのだろうか。あなたは近隣の武家の内通者なんだってね。俺は騙されただけなんだ、見逃してくれ。話を聞くと村に危害を加える気はなかったようなので、見逃してあげることにしました。正直、裏切り者を襲ってきたからぶっ転がしたよー。予想外だが正義は正義だ、ありがとう。こうして嘘報告でクエストを完了した。で、島内と状況を話し合うのクエストのため、向かっていたら綺麗な場所を発見。うちの村もいつか綺麗な花畑とか作れたらいいね。だな。そして島内との話し合いでは、庄司に裏切り者をぶっ転がしたと伝えたと言ったら、庄司は残酷な男ではないから、ナタ全体であんたの悪評が上がるだろうなと言われました。でこのタイミングで村人と話して関村のことを学ぶのクエスト完了。村人全員と話しても終わらず諦めてたクエストだったのに、捕獲へと連動とかこんなのわからないよ。怒るな早口になってんぞ。とりあえず島内にゴミ渡してもんなしにしてやりましょ。こらこら。怒った男は関村の木を切り倒し、自分の村に持ち帰った。そんで丸太担いで帰宅途中に神社があったので参拝。いつかうちの村にも神社建てたいな。白麗神社と名付けましょう。それお前の勤めてる神社やん。そうでした。この神社はちょっとした山になってて、我が村がいい感じに見下ろせる場所。不思議な力で力石が生える、霊験新たかな一面もあります。いやそれはバグの類だろ。村を見下ろすには左の木がちょっと邪魔だな。確かにその木が邪魔で左側が見にくいな。よし、伐採しちまおう。こらこら許可なく神社の木を伐採なんかして、たたられても知らないよ。結構な幹の太さ、ご神木だったりしてな。まさかわら。この後男は滑って重傷を負った。うわぁ。速攻のフラグ回収をつ。そんなわけで村に戻ってきたので、放置してた仕事の割り当てのやり方がわからないの問題解決を模索。ダイナスティ倉庫作っても倉庫が必要って言われて道具選べないんだよな。そして5分ほど悩んで倉庫が作れると発覚。倉庫の種類が多すぎて慣れるまで理解がしづらいぜ。深夜になってやっと倉庫できたよ。倉庫の中にさらにダイナスティ倉庫を設置。せめて保管庫とかに名前分けてほしいもんだぜ紛らわしい。まあこの世界ちょいちょい日本語おかしいので致し方なし。そして無事道具の設定もできるようになりました。これで住民増やせば、村の自動化がはかどりそうだぜ。では夜勤明け帰宅後に大量の焼き卵を作る男を見ながら今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。嬉しいです。編集が遅れアップできたのにファストトラベルが未だにできない主人公。果たして撮りためた動画の編集が終わるのはいつなのか、気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。次回にはアップデートされたところまでいけるように頑張りましゅ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。